昨年10月に角界を引退して、以降、たびたび、お茶の間を賑わせている、貴乃花光司氏、46。これまで、政界進出の噂が浮上してきたが、本人は頑なに否定してきていた。そんな中、後援会関係者のもとに、驚きの招待状が届いたという。この中で、貴乃花氏は、報道等で囁かれております政治への進出など、熱そうもなく考え知るところにはございませんと綴っているのだが、後援者の一人は驚きを隠せない。先日、後援会の案内状が届きました。引退してから、きちんと報告できていなかったこともあり、これまでのご礼と申請を誓う会になるそうです。ただ気になった音は、その発起人。国会議員さんがずらりと並んでいたのです。政界進出をしないとしているのに、なぜこれほどの面々がサポートしているのでしょうか。発起人代表は、元ユネスコ第8代事務局長の松浦幸一郎氏、81。そして発起人の欄には、小渕優子議員、45の名前が。その他にも、遠藤利明元一話担当省、69、や浜田靖一元防衛大臣、63、など、衆議院議員が、また JOC 新会長への就任も、確実視されている全日本柔道連盟会長、山下泰弘氏、61、や元官公庁長官、元海上保安庁長官や、元国土交通省事務次官など、そうそうたる人物の名前があった。また招待状で、貴乃花氏は、つきまして、後援会の皆様方におかれましては、本年3月末にて会期を終了し、新生、貴乃花として、皆様方にご挨拶をさせていただきたく存じますと、している。この後援会は5月19日に、都内のホテルで行われるという。しかし前室の後援者は戸惑いながらもこう語る。これでは、政治家転身はないと言っていることが本当なのかなと疑ってしまいます。彼がどこに向かおうと思っているのか、この会の場で本当の気持ちを本人の口からきちんと聞くことができたらいいんですが、貴乃花氏からは、角界引退後のどんな未来を想図が語られるのだろうか